銀南ボーイズの峰田和伸です。作り始めるまでは大変なんです。作ってからは結構ヒュッて出るんです。で早く作り、その取り掛かってれば全然楽だと思うんですけど、取り掛かるまでがやっぱ自分のやっぱりダメなところでもあって、忙しい時期に作ったんですけど、多分2枚ぐらいで多分ギブアップかなと思ったんですけど、なんとか3枚目も作れまして、でも自分の中では3枚目がなんとなく一番いい出来にできたなと思って、よかった、それはお客さんに聞いてもらえて嬉しいなっていう気持ちで、僕アコギで部屋で作るんですけど曲は、でこういうメロディーができたっつって、でやっぱそれが子供だとするとスタジオ入ってからその子供に、この子供はこういう表情をしてるし、こういう背格好だし、この子供に一番似合う洋服はどれかな、この子供を多分一番その、可愛く見せるにはどういう格好似合うかなとか、どういうリボンをつけてとか、どういう髪型にしてとか、多分それが今回はそういうなんかアレンジになったと思うんですよね。自分にとって大きいテーマ、自分まあ普段せ、まあ、一人暮らしで生活していて、で自分にとって大きな、もう本当大きくて、しかもとてもヘビーで、自分にとってはすごく不満やり方ない、本当にどうしようもないプライベートで本当ごたごたもありまして、本当その恋愛っていうのに左右されたり、もう本当そういうのが本当にもうここ今年入ってからもちょっとありまして、でそれをちゃんと消化するには曲にして、そうやって作品に消化しないとやっぱり次に進めないっていう自分がおりまして、その自分の中ですごい大きいテーマであって、人を好きになったりとか、なんかそういうのをちゃんと曲にしないとなっていうところでギリギリ作った曲なんですけど、曲出しなんですけど、はい、特に銘打ってはいないんですけど、僕1997年に初めて楽器を持って自分のバンドを作ったのがゴーイングセリーでした。であれからだからちょうど20年で、初ライブが97年の11月だったんですけど、高円寺のギアっていうところで、バンド始めて20年目で初めて武道館というところでライブができるっていうので、もう昔から好きでいてくれるファンだったり、最近ギナボイズっていうものを知って曲を気に入ってくれたりとか、いろんな人が来てくれると思うんですけど、本当何年も CD を出せなかったり、いろんなことありました、全部自分がそれは分かってることで、お客さんもだからちょっと悔しい思いもしたかもしれないんですけど、そういう人たちが、あ、金のボーズやっぱ好きでよかったなって思ってもらえるような、なんかそういうライブ、そういう祝祭の場所にしたいなって自分は思ってますので、本当に銀南ボーイズが作った曲をもちろんやりますけど、披露しますけど、でも集まってくれた一人一人のお客さんがこういう状況でこういう場所であの曲聴いたなとか、なんか本当自分のものにしてくれてるお客さんだけが集まってくれてると思うので、僕はそれをなぞるだけだと思うので、いっぱい曲をやりたいと思います。楽しみにしていてください。